横浜港のクルーズ船では80歳以上の乗客の下船が今日にも行われるとみられています柳沢記者がいます柳沢さん何か動きは出ていますかはい。ダイヤモンドプリンセスについてですが80歳以上の乗客についてまだ下船の動きは見られませんえつい先ほど大臣の会見で下船について話がありました加藤厚労大臣は 80歳以上の乗客の希望者の下船について今日下船するということで段取りをつけていると話しましたさらにクルーズ船を降りた感染者のうち10人が重症化しているということです現場では午前9時過ぎからコロナウイルスに感染した人を乗せたとみられる救急車が4台出ていきましたまたクルーズ船からはウイルス検査で陰性だった80歳以上の希望者は 船を降りられるといった内容のアナウンスが流れていました船内の80代の女性と連絡を取ることができました親族など4人で来ていて部屋が分かれているそうでどうせ隔離されるなら一人では降りたくない家族みんなで降りたいとそのように話していました